どうもカマです。メディバルダイナスティ実況やっていきたいと思います。あのね、あまりにも勝手がわからなすぎるんで、ちょっと、初心者用の情報を調べたんですよ。そしたら、これかな？ビル5分の1ってあるでしょ？これは、あと4つ建物を建てることができるということのようなので、他の住民を勧誘するための家を作って、あと職場を作ってあげたいなーって思う。まずはそこから今日は始めていきましょう。建物。家。これいろいろあるんだよね、こう見るとね。うん、ハンティングとかね、農業、酪農かな、これね。うん、生産、サービス、ストレージ、いろいろあります。まずでも家からです、スタートはね。シンプルな小型家。これをね、私が今住んでる家と同じような感じですけども、一個ちょっと作っておきましょうと。ちょっと裏側、裏手側にしましょうか。このあたりにこう。はい。で、丸太が必要だということで、また、木を切る仕事が今日も始まるわけだ。おら！これでもか！これでもか！親の！仇！成敗！はいよ。ああ、日が沈んでいく。美しい。あれ倒れないねー。よし。はい、ナイスー。さあ、スティックはいっぱいありますからね、私。そうだね。藁がないので、藁はどこにあるかというとですね。町の向こう側ですね。今いるのここでしょ。で、このね、川辺にあるんだよね。あった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 。さあ、季節も移ろったし、復活してませんか？あった。足。まあ、藁ではないけどね、足だからね。いっぱい使いそう。あ、水飲むか。ここの水飲みたくないな。めちゃめちゃ水溜まりじゃん。これ飲んだ。せめて流れてる水飲もうよ。で、この後ちょっと川入ろう。川入って。体をね、綺麗にしましょう。体を綺麗に清めてから、村のアルウィンに話を聞いて、もう一個、クエスト受注してから、戻ろうか。はい、100本超えたね。101本になったので、まず川。やっほーい。おお、左下の臭いマーク消えた。よし。オッケー。生まれ変わった。痛い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 。アルウィン。もうずっともだからね、君ね。はい。久しぶりだな、アルウィン。元気か？悲しそうだな。悲しそうなの。おい、信じられないと思うけど、続けてくれたまえ。クワは壊れている。お前なんか壊してばっかじゃない？扱い方雑なんじゃないか？やばい、ホラーだって言ってる。どういう返しなのこれ。笑わないで、私にとって大切なことだ。なんかこいつ絡みにくいな、なんか。直せって言うんでしょ？新しいものは川の対岸、ここの北にある村の職人、ファリボールに注文した。彼は父の古い友人だ。父から聞いた話では、ファリボールは年を取ってから腰痛の問題で鍛冶屋を辞めてしまったそうだ。しかし今でも現地で働く人たちのために道具の修理を手伝うことがあるという。うん。まだクワを手にしていません。私はたくさんの、仕事ね。はいはい。仕事があるのね。仕事。弱いな、アルウィン。はい。喜んで、手伝いますよ。はい、喜んで。お金をね、もらいましたと。はい。これで修理代金払ってくださいと。わかったわかった。できますよ。待って。どこ？おー、割とすぐじゃない？これじゃあ先やっちゃおっか。えい。はい、泳げ泳げ。ざわ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 。全然全然入っていくね。はい、着いた。着きましたよー。ん？この家かな？ここっぽいですね。レーダーが示すところ。はい。君？あ、君だ。ファリーボール。はい。意外と若い？腰をやったとか言ったけど、意外と若くない？ 45 歳か。こんにちは。アルウィンが注文したクワを取りに来る。来た。
誰かを代表が必要だということは何か悪いことがあったのだろう。いや、なんかめんどくさかっただわ、あいつ。仕事。仕事だ、そうだな、彼を助けている。あの子が彼は有能だが、家族の任務をすべて一人で肩代わりしている。頑張り屋さんなんだね、アルウィンはね。自分をどれだけ制限してるかわからない。もっと、偉大なことを達成できたはずだ。そうだそうだ。言ってやってよ、もっと。友人であれば彼を説得することができるかもしれない。俺？まあ俺 BFF だからね。アルウィンの場合90コインです。はい。え、いくら俺もらったのかわかんないけど、90で足りたの？なんか俺の懐から持ち出したとかそういうことない？待って、もう一つ、あるハンターが弓の回転を探しているが興味ある。え、嘘。今まだですが、ここに止めておきます。え、ちょっと欲しい！弓欲しい！弓欲しいんだけど。マジで？まあ、ココナッツに来れるからいいか。はい。あなた奥さん。いた。どうも。戻ろう戻ろう。はい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 。よ。おい、おいって言うな。お前、おいって言うな。はい、これはあなたのクワです。ありがとう、コイン足りましたか？ファリボル、あなた安く売ってくれた。あー、なるほど。お釣りが出たってこと。お釣りを返すかどうか。まあ、こいつに借り作るのもなんかね、騙すのも嫌だな。30枚返すかしょうがない。あ、優しいね。コインを持っていてください。何度も私を助けてくれた。お言ってよかった。正直に言ってよかったよ。好感度も上がったよ。ファイボルと少し話した？はい。知り合いのハンターが自分の弓の回転を探していると言っていた。マジで？ここだけマジでって。今まで結構片言だったのに、ここだけマジで？何？興味あるの？知らないよ。弓を引いたこともないし、どうせ下手くそなんだろうけどね。自己評価はすごく低い。マジで？やってみた方がいい。そう思わないか？あなたの人生に対する考え方は私とは全く違う。でもあなたの言う通りかもしれません。よく考えないと。いいです。じゃあもう行くよ。また今度。俺、げんなりしちゃってんじゃん。もういいじゃん。狩人になんないよ、アルウィン。とか、うちの村に来なさいよ。そういうのできるんだっけ？少し動いてもらえますか？あ、違う。How can I help you? Goodbye. なんか、人の勧誘はね、あの、村の中で焚き火に当たっている人たちであれば、なんか、自分の村に勧誘できるんだって。あー、丸太がない。丸太。これ木もどんどん伐採してってるけど、あの、切り株の部分を残すと、また生えてくるってね。よいしょ。ああ、もう、スタミナがない。クラクラしながら、行け。オッケー。待って。なんかすげえのいる。すごいのいるけど。到底無理だよね、あれね。でもあれ倒したらさ、すごい食料手に入りそうじゃない？はい。あ、逃げてた。いや、また来る。ちょっと、ああ！ゴー！よいしょ。よいしょ。そう、外す。外すな。あれ？あー、慎重に行け、慎重に。あー、くそ！ほら、まだ行ける、まだ行ける。逃げんな！待て、ほら！まだか！まだじゃないの。体力すごくない？バッファロー。待て、ほら！はい。じゃあ、よいしょ。よいしょ。まだか！あ、死ぬ！いいよ、わかった。もう一回だけやろう、じゃあ。やはり20本ぐらい用意しよう。それで、行こうか。よっ。はい。
待ってー。はい、体力回復しよう。よし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 。いたいた。あ、ちょっと待って。もうすごい逃げてく。全然走れない俺。待てこら。あ、倒した。倒したー、やったー。倒したよ。よかった。倒した。よーし。よーしよ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 し。抱え込みすぎ。ここら辺になんか弓まだあったよね。あ、弓じゃないや、槍。あ、あそこにあるね。うわ、便利だな、これ。木材立派あるけど。え、槍？めっちゃ立派あるけど。まあいいや、ちょっと、とりあえず放置しておこう。これで出来上がりかな？あ、いいよ。よし、できた。完成。完成です。暗。真っ暗やな。これ寝ようか。これ寝るのもありだよね。おやすみなさい。ん？次のシーズン。あ、もう夏おしまい？はいや。おやすみ。次も秋です。秋です。おはようございます。なんか誰か知らない人のうちで寝ちゃったわ。あれ？あ、でも戻ってきた。すごい。あっちで寝たはずなのに。寝てる間にこっちに戻ってきた。ははは。さあ、これで、家ができた。で、あと、職場を作んなきゃいけないらしいんですよ。建物。で、最初おすすめはね、ハンティングロッジがいいんじゃないかって、聞いた。おお、おー、すごい。よし。オッケー。完成やったー。ハンティングロッジ出来上がりました。じゃあちょっとここにお前住めよと言いに行きましょうかね。うわー、すごい、キノコ、カラカサ竹、やば、超キノコじゃん。あ、食料、あー、毒だ。いや、うん、これやっぱり火を通すんだろうな。キノコ鍋にするのかな。あ、これかな。ます。ああ、これこれこれ、新しい居留地を作っているんですが、一緒に参加してくれる良い人を探している。なるほど、落ち着ける場所を探しています。何かご用でしょうか。さあ、ぜひぜひ、ユニーウィットさん、あ、喜んでたって、マジでこんなあっさり、あらららら、マジか、ありがとうありがとう。ちょ、あなたも、あなたも、 How can I help you?あなたも。おお、あっさりと、まあ、いいの？ありがとうございます。よしよしよし、オッケー。良い子のみんなはこんなことしちゃダメだぞ。捕まっちゃうからね。捕まっちゃうし、もうやっぱり自分の心をね、傷つくから。ね。バレなかったからといって、こういうことしちゃいけない。空きスロット。そうだよ。3人住めるんだよね。はい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 。ルドルフィーナ。これ女性。ユニーウィット。男性。あ、年齢19歳と30歳ですね。ムードがちょっと低いね、これね。はい。おお、済んだ。では、ワークショップを、このハンティングロッジの近くかな。じゃあ、ちょっと待って、ブロンズ、斧、盗品を装備。ブロンズ、ストライク！あ、すごい、4発いけるね。やったー。あ、いや、ワークショップ楽じゃん、めっちゃ。めちゃめちゃ楽。嬉しい。できた！やったー。で、焚き火小屋はどうしようかな。お、びっくりしたー。お前、ビビるよ。びっくりしたよー。ちょっと、ハンティングしてもらおうかな、君早速。これできるよね、多分ね、もうね。管理する。労働者、そうだよね。
あ、で、ナイフが必要なのね。ナイフがあれば、やってもらえるのね。二人ともとりあえずハンティングしてください。よろしくお願いします。あ、ムードちょっと下がってきてる。水がないからだ。早くしないと。はい、できた。よし。焚き木小屋完成。じゃあ、ここの管理をしましょう。さっきハンティングロッジに二人割り当てをしてたけれども、この女性を狩人じゃなくて、これ何これ。あ、スキルか。あ、これがハンティングか。これがハンティングスキルだね。この女性のルドルフィーナの方が狩りの適性高いんだ。じゃあいいや。このユニーウィトを、焚き木職人。木こり？木こりなのか。焚き木小屋だけど木こりなんだ。木こりに任命します。よし。これで建物は2つ建てたぞ。ワークショップと、焚き木、巻き小屋？焚き木小屋？ワークショップ。ワークショップ。これか。ワークショップで、あ、そっか。金が足りないんだっけ、そういえば。バケツ100だもんね。じゃあ、お金を稼がなきゃいけないっつうこと？じゃあ、行く？出稼ぎ行こうか？はい、こんにちは。みんな寝てるのかな？お宅お邪魔してよろしいですか？どうも、あ、寝てる寝てる。寝てるわ。見守ってあげようかな、ずっと、こうやって。あ、起きた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 。おはようございます。あ、袋マークついてる。あ、ドブロニエガじゃん。おい、もう知らない人ではない人。ファウロ、ファ、ファ。ファ売りまーす。全部売りたい。48。あ、いいんじゃない。木材ハンマーも10で売れるんだね。あれ？これ高くない？ 10 で売れるの、木材ハンマー。ちょっと売っちゃおうかな。オッケー、ありがとう。あ、ちなみに何売ってるの君。なんかいいのあったら買いたいな。あ、バケツあるわ。バケツあるじゃん。売ってんじゃん。バケツ買おうかな。買っちゃいますね。すいません。一個買おう。はい。はいはいはい。おー。あ、家が見えました。我が家が。いや、我が家じゃない。もう、我が村だよ。村が見えた。ほら。いいね、あそこにある村。絵になるな。めっちゃ綺麗だよね、ほんと。さあ、お水です。お水ですよ。すいませんね、ほんとね。入れときますから、お水。水のバケツ。はい。よーし。オッケー。これで。あー、よかった、消えた。よーし、よーし、よし。ご飯とか足りてます？あー、まだあるね。6個ある。うん。早速水減ってるね。へぇー。オッケー。お金稼いだから、あれしましょうか。なんか、アンノックしよっか。弓あるじゃない。弓行く？あ、でも2年糸がない。何2年糸って。どうやって手に入れるのこれ。でも、買えばいいのか。そうだよね。自分で全部作る必要はないんだよ。買えばいいんだよ、買えば。弓。買います。矢も買います。よし！オッケー。両方買った。ワークショップで作るのか。作業台。ん？ここも人割り当てが必要なの？もしかして。あー。そういうこと？あ、で、ここで割り当てをするのか。はー、なるほどねー。焚き木小屋。まあ、板も欲しいんだけど、丸太も欲しいね。丸太もやってくれると嬉しいよな。これ、トータル 100% なのかな？そうだね、トータル 100%。なるほど、そういうことか。お！お、始めた！すげえ！おー！やってくれましたよ。ってなると、ハンティングロッジもだな。肉の強度を下げて、干し肉を作ってもらいましょう。はい。あ、で、そうそう、忘れた。弓、弓。弓は？これか。作業台。お！そっか。2年糸がないのか。
疑念糸。多分何かしらこの、建物建てれば作れるようになるような気がしていますけれども。今は、買いに行きましょう。ああ真っ正面にイノシシ。ほらほら待てほらあ、強い、フランスの超強い、もらってよかった、ありがたいな。よーし、またあのドブロンニエガさん売ってくんないかな。違うんだっけ、あ、違う、ジャログウィーナ。あ、こいつがあれか、ライ麦を売ってくんない人じゃないこれ。ヤログニエバ、ドブロニエガから送られてきました。何のために、うん、宿屋にライ麦を卸しているのはあなたと聞いたんだけど、そうなんですか、そう、そういう話があったよね。そしてつっけんどん、失礼なことは言うつもりなかったのですが許してください。ただ個人的な問題を抱えているんだ。あ、意外と意外と人当たりが良かった。あなたができることは何もありませんが、そうだね、その申し出には感謝しています。私は少しだけ解放してくれただけでもう十分すぎるほどでした。あーね、こういう話を聞くだけでもね、話すだけでもストレスは解消されますからね。ライブギの状況について教えてください。うわー長い。ライブギ提供できないって、あー病気にかかっちゃったって、作物がロールニカにライブギの配達を注文した。本当は昨日届くはずだったんだけど、あーナダール、これ人の名前か、じゃあロールニカは村の名前だね。なるほど、見に行ってくれって言ってんですね。はぁはぁ、了解はしたけれども、ちょっと待ってね。あ、いた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 。あ、ここ宿屋なのか、もしかして。How can I help you? よかったー。Whatever you need, I've got it. 理念、持ってなしと。なるほど、なるほど。この人は持ってないんだね。わかりました。じゃあ、その、ライ麦注文したっていう村に行ってみましょうか。ついでに疑念糸があればいいよね。ロルニカのナダール、ロルニカ、これか、くっそ遠いんだけど、めちゃめちゃ遠いけど、ちょっと暗くなってきたね。トーチをかざそう。よし、いい音。おお、なんかない、なんかない、スティックはいらないですね。特に何も、な、小麦だ！もらう！うっそ、小麦だ！小麦、そのままもらってもね。いや、でもありがたくいただいておきますよ。すごい、こんな夜のね、森を歩く、一人で歩くなんて、ちょっと自殺行為な気はするけどね。怖えよな、狼とかめっちゃ襲われそう。ここですか？ん？ああ、着いた着いた！やったー！着きましたー！はい、夜でーす。どこ？まだ起きてるかな？こんにちは！あ、寝てるわ。起きて！ナダール！あ、起きた！起きた、起きた！ライ麦の配送について確認したいんですよ。まだゴーストビアにもついてないのか、それは心配だ。どうした？昨日、作業員の一人を小包と送りました。おー、戻ってきてるはず。もしかしたら途中で彼を見落としているかもしれない。じゃあ探せって言ってる。無事だといいのですが。わかった。あ、ダイナスティレピテーション上がった。ちょっと信頼度回復したわ。よかったよかった。トミラ。トミラ、ロマンス。私は結婚しています。品物見せてくれ。あるかな、リネン糸。すごい。毒入りの武器だ。あ、毒だ。すげえ。ちょっと欲しいけど、高い。60もするわ。買えません。そして、リネンはない。あ、いたいた。ナダルいた。Greetings.Let me show you my wares. ナダール、2年。いや、ないね。アーマー？ん？あ、縫製小屋のスピニングホイールで2年糸を作れるって。
そっか、縫製小屋か。縫製小屋ってさ、デニカであったよね。あの、ウォータースキンを直してもらうときに。そこ行くのもありか。まあ、とりあえず先に、クーリエを探そうか。はい、50メーター。30メーター。あ、これか？これは違うのか？これ違う。そっか、このマップの中のこのどっかってことか。この中どっかにいるんだ。範囲内で捜索しろっつうことか。え？あー、いたいたいた。これわかんねえよ。こんなん無理でしょ。9号だって。もうダメかもしれない。小包持って行ってもいいですよ。誰か助け呼んでくれ。はい、わかった。これはちょっと。え？これどうやってわかるの？これ。これさ。はい、ただいまただいま。ナダールは？君のお父さんは？お父さんどこ？お父さんこっち？お腹が。あ、いたいたいた。おー、すごい。親の仇してる。仇！仇！はいはい。ライ麦のお届けなんですが、はい。往復してみたら誰もいなかったよ。これはひどい。襲われた助けは求めている。困ったなぁ。早速誰かを送らなければならないね。棒読みじゃん。困ったなぁ。チラッチラッ。薬飲ませたか何とかなるだろう。いや、飲ませてないよね。急がないと。はい。ライミギの配送を担当してくれますか？いつになるかわかりませんが、私は。お礼にコインをどうぞ。あなたの事業員、私よりもそれを必要とするでしょう。え、俺もらっとくよ、これ。これは俺もらうよ、言っとくけど。散々苦労させられたからね。はい。よし。お、300コインもらった。やった。で、ドブロニエガのところに戻ればいいのね。ああ。よし、戻るぞ、俺は。ちょっとデニカ寄ってっか。デニカ寄ってって、でもちょうどまた夜なりそうだな。デニカ寄ってっても。2年糸の人は？あ、マチルダ！マチルダ！そう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 。君、裁縫小屋の人だよね。2年糸、2年糸。はぁ、あったー！ 75 もする。高いな。高いけど。高いけど、なんか売るわ。あ、でも300もあるからね。よしよし、買おう買おう買おう。1個でいい。1個でいい？ 2 個ぐらい買っとく。間違った。4、4個。4個は高い。2個買っときましょうか。よーし！で、あとなんかない？バックパックは？あ、重量制限15キロプラス。買います。よし。フラットわら帽子。はい、これ買おう。よし。で、わら帽子を頭に。かぶる。よっけー！やった！これで俺も麦わらの一味。じゃあ、もうあれか。焚き火で、次の季節行っちゃおっか、もう。ね、秋終わるし。そうしましょう。で、寝ればあれでしょ？自分の村戻れるもんね。おやすみな。さい。おはようございます。おお、何？危険な嵐。夜中に突然の非常に強い嵐があなたの村を通り過ぎ、いくつかの建物に被害が出ました。嘘。幸いなことに誰も怪我をしませんでした。決断して？受け入れるしかないんだよね、もう。ああ、なるほど。こういうイベントがたまに起きるんだ。で、物によっては、二つの選択肢から選ばなきゃいけないんだ。でもこれはもう、過ぎ去るのを待つだけだからね。はい。建物が2のダメージを受けた。どんなもんかわからん、2って。はい、おはようございます。冬でーす。おお冬だー、冬が来てしまいましたー。すごい。あ、麦わらの一味だ、これ。建物がいろいろ増えました。よかったです。よし。
じゃあ、今日はここまでにしましょうか。次回ね、またやっていきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら、高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ!